はい、どうも、ユッキーです。ローソンストア、100円ショップなんですが、東京とかにある、ローソンが、経営してる、100円ショップにてですね、今年、ね、令和が始まったことによってですね、福袋というのが販売しておりましたので、購入いたしました。こちらでございます。はい。こちらでございます。こちらはですね、画像を多分添付しますけども、108円の商品が、上位、まあ、その売上げがいい、ものを12個入ってて、1080円。というものでございます。結構でかいです。そして俺が2個買ってきました。実験で。ね、福袋。で、2100円。2100円ね。違う、160円か。じゃ、これを早速開封していきたいと思います。俺ね、基本、福袋って買わないんですよ。なぜならば、基本的に福袋は売れ残りだからです。パカッ！ちょっと待って。これあれだな。見るとあれだな。こっからこう。こっからこう適当に選んで。はい！お、なんだこれ。塩揚げ餅。うわ、これは食ったことないな。ほうほう、天日結晶塩、100% 塩、90g。亀田製菓、亀田製菓か。亀田製菓ね、新潟県のね、代表とする、超有名、お菓子。米菓とか、あれですね。柿の種で有名な。なるほど、なるほど。まず1点目はこれ。じゃあ2点目。はっ。有明海のおかず海苔。うわ、おかず海苔懐かしい。はぁ、あ。懐かしい。え、こちらが、内容量が、3袋詰め、8切り8枚、板のり3枚、となっております。これ美味しそうだね。それでは、3点目。パキャン！うわぁ、芋けんぴ！うわぁ、髪の毛に挟まってた、芋けんぴじゃん。国内産黄金戦艦使用。130g 入り。うわ、芋けんぴも全然俺、しばらく食ってねえな。2年3年食ってないぞ、多分。え、こちらが 130g で製造者が、株式会社南国製菓。高知県の会社です。4点目。なんだこれ。いて。お、麦茶だ。おー、麦茶。これは、あれ、いいっすね。俺はカフェインアレルギーなんで、これ。これありがたいっすよ。国内産大麦 100% 使用。1リッター用が、20袋入って、100円。これコスパいいな、やっぱな。だから麦茶って基本すげえコスパいいんだよ。むちゃくちゃ。熱風焙煎方式でじっくり焼き上げました。香り豊かな麦茶をお楽しみいただけます。5袋ずつ、個包装しています。水出し、煮出し、両用と、なっております。はい。製造者が、株式会社白爆、
南湖工場、南湖工場、山梨県の会社です。これはありがたい。いてぇ！ちょっと、ホチキスの逆の部分が、くらった。何個目？ 1,2,3,4,5 個目。うわぁ、来た！ピーナッツ！柿の種！これはあれだな。これわさびのね、柿の種大好きなんですけどね。普通の柿の種あんま食わないんだよね。6袋入りで 150g。うん。これはあれだな、ビールのつまみだな、これ。うん。よし。6点目。なんか重いぞ。うわ、小麦粉、うわ、小麦粉 !700g! 小麦粉、俺絶対使わない。何に使うかな、俺絶対使わんねんだよ、ほんとに。薄力小麦粉、700g、お菓子や天ぷらなど様々な、お料理にお使いいただけます。これね、俺ね昔ね、小麦粉買ったんすけどね、まるで使わなくてね、ダメなんだ、うん。まあ、これを機になんかあれだな、料理して、作るか。ああ。そっか、100円であれか。あんまりそんな、いらないんだよね、小麦粉ってね。まあ、使う人は使うんだろうけど。うどんとか作る人だったら使うんだろう。そんなに使わない。で、結局賞味期限が切れたりするって。これ、1,2,3,4,5,6,7 個目。じゃん！うわぁ、これ！一口揚げ小丸 130g、伝統の味。うわぁ、これか。まあ、でもこういうのも意外とあれなんだよな。こういうのってせんべいとかもそうだけど、子供の時ってこんな大してうまいと思わないんですよね。せんべいとかも。ああいうのって結構年取ってくると30代以上になると結構うまかったりするんですよ。うん、ね。はい。これ8個目。ん？ああ、やっぱりか。もう持った感じで分かったわ。これ、マヨネーズ。235g 入り、です。まあ、俺、マヨラーなんで、これ余裕で、ですね。でも、最近買った味の素の 65% カロリーカットのやつが、ものすごくまずくてですね。今まで食べてきたマヨネーズの中で最悪のレベルで一番まずかった、ね。二度と買わねえわ。うん。これはあれですね。まあまあ。これ9個目 ?9 個目 ?9 個目あ、これあれだな。はい！お、違う！うわ、カレーうどん！濃厚！追い飯で締めまでうまい。カレーうどんの素だって。魚介風味。これはあれだな。280g 入り。カレーうどんの素か。なるほどね。まあ、これも、あれだろ。真空パックだから、これ、あれだな。パウチだから、持ちますね。2020年8月の5日まで。うん、1年以上持つ。これは、使える。10個目ぐらい？あ！これは、いてててて、いった。これね。はいはいはい。中濃ソース。これね。はいはいはい。あ、なるほどね。あ、これ製造者怒りソース株式会社だ。あ、やっぱこれ、あれだ。俺大阪に住んでた時に怒りソースっていうのがあってですね。海の船の怒りですよ。中に沈める重りみたいなやつ。うん。だからこれと、それと同じじゃないの、ほとんど。多分提携したんだろうな、おそらくな。怒りソース株式会社、兵庫県の会社です。うん。まあ、これも、まあ、まあまあまあ。
使え、ビッチャー使える。12個目？じゃあ11個目か。はい！うわ！キャノーラ油だ！うわぁ、コレステロール0%。キャノーラか。俺キャノーラ嫌いなんだよな。俺サラダ油は好きなんだけど、キャノーラはまずいなと思ってる。まあ、ええわ。265g 入り。まあまあまあ。食用の菜種油となってます。なるほど。最後12個目。パ？あ、スパゲッティやった！これはありがたい。スパゲッティ、パスタ大好き。デュラム小麦 100% 使用の 400g 入り。国内生産。茹で時間が8分。太さが 1.6 ミリ。これは使える余裕。俺あの、トマト、じゃあ、あの、パスタのあのさ、あの、トマトの、トマトソース。うん、大好きだから。で、これね、あれなんですよ。スパゲッティってね、あの、よく業務スーパーとかで売ってる、外国産のスパゲッティは、本当に絶対まずいんですよ。あれ、なんであんなにまずいんだろうな、あれな。ということで、これ一袋終了です。じゃあもう一袋ありますね。これを開封します。見ないようにして。はい、一個目。あ、これなんか、あ、やっぱり。あ、おかずのり。はいはいはい。これかぶりですね。これダブリですね。これ同じなんじゃないか、まさか。なんか嫌な予感がしてきたな。これ同じなんじゃないか。なんか違うの来いよ。うわ、芋けんぴ同じ同じ同じ。芋けんぴ3個目。ああ、これも同じ、もう同じや。これ、同じこれ。ああ、そう。絶対これ同じやつだ、全部。あ、これ絶対全部同じやつだ。柿の種。お？ああ、これはあれね。はい、麦茶。これ固定ですね、これね。ちなみに、ちなみに、ローソンストア100のですね、その、外に、今日、この、福袋 ?3 つあったんですよ。で、いらねえなと思って買わなかったんですけど、ネタとして、この動画のネタとして、買うかっつって、で、買ってきたんですよ。で、店内にもね、5個ぐらいありましたね。あ、キャノーラね。やっぱでも油の中で売れてるっつったら、俺的にはやっぱサラダ油じゃないんですかね。でも最近のほらあれで、サラダ油は体に悪いとかなんとか、ね、マーガリンは体に悪いとか、そういうあれで、サラダ油じゃなくてキャノーラが売れてんのかな。絶対同じやつだ、これ全部。うわ、これか。いいよ、全部同じだ。わかったわかった。はい、はい、これで中濃ソース、はい。はい、カレーうどん。はい。はい。あ、マヨネーズ、はい。スパゲッティ。同じですね。多分全部の福袋同じなんじゃないかな。合計で432円。合計で432円と得したんですけど、小麦粉はちょっと使わねえな、絶対。どうすっかな、小麦粉。ということで、ローソンストア100の、令和になった記念のね、福袋でございました。それではご視聴ありがとうございました。